立憲民主党の代表、江田野さんのとんでも発言を見つけてしまいましたよ。話題のラジオ発言で。あの人、反ワクチンと言われて仕方ない発言をしていますが、大丈夫前回動画のコメント欄にも指摘があったし、動画も意識しながら作ってましたが、立憲はコロナ以外にすでに色々ゼロを達成してるんじゃない ああ、原口議員の話もしたかったけど、動画時間が長くなるので、それは別の動画として作りますね。ぜひ概要欄やチャンネルページから原口動画もご確認ください。日曜日にはできてるはず。皆さん、こんにちは。ンニやです。本日は2021年5月の29日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、エらのゆを笑えないレベルでひどい発言してるぞ。マジで、引退を考えた方がいいと思う。ということになります。この動画では、 枝野幸男氏が菅政権のワクチン頼りから火事を切らせないといけないと発言したことが大援助した件の続報をお伝えしながら枝野発言のヤバさをお伝えしたいと思いますので最後まで笑いをこらえてご覧くださいそして動画をご覧になった方はぜひともチャンネル登録、高評価の上枝野さんが何かを受信するべきかアドバイスをコメント欄に残していってくださいでは今回の目次はこちらです では、まずはこちらをご覧ください。こちらは5月26日午後4時19分の枝野幸男氏のツイートですね。見出しが一部に誤解を与えていますが、本文中にもあるように、ワクチン接種の重要性を前提に述べた上での発言で、番組ではワクチンどんどんやることはものすごく大切なことと言っています。新型コロナ、立民枝野氏、首相はワクチン頼み、日本経済新聞ですね。で、詳しくは以前作った動画をご覧になってほしいのですが、 あ、これですね。ラジオ番組で枝野さんがコロナ対策について語ったところ、菅政権はワクチンに頼ってる。それじゃダメだと言ったとして、枝野さんが大炎上したんですね。その件について枝野さんが、ワクチンのことだってちゃんと言ってるよと弁解されたのがこのツイートです。ちなみにこの件については枝野さんはこのようなツイートもしています。こちらは5月26日午後5時22分のツイートですね。ラジオ日本の放送も日経新聞の本文も聞いたり読んだりしてないのでしょうか 他社の報道を歪曲したこたつ記事で、ラジオ日本と日経新聞に対しても失礼です。立民、枝野代表の菅首相はワクチン頼み発言がネットでぶつき、批判できりゃ何でもいいんだ。以上ですね。で、これは先ほどのワクチン代わりに関連して書かれたトースポの記事に対して、枝野さんが ろくに調べもせずにいい加減なことを書くなと言ってるんでしょうかね。ちなみにこの枝野氏のツイートに対しては蓮舫議員がリツイートをしていますね。表層的な取材と称する記事配信は私のツイートでもよくありますが、それは報道ではないと私は思います。うん。だったら、もうそんな記事だけを根拠にして国会でわけのわからない追及とかやめてくださいね。週刊誌に書いてあるんだちゃんと答えろっていうのは、さすがにダメですよ。 立憲議員さん調べてからにしてね。ただ、ここまで来ると枝野氏が本当はどんな発言をしていたか気になりませんか私ね、探しましたよ。そして、見つかりましたよ。 ということで、今度はこちらをご紹介しましょう。こちらは IT ジャーナリストの篠原さんの記事ですね。見出しは、炎上中の菅首相はワクチン頼み、全文書き起こし、立憲民主党の枝野代表は何と言ったのか、ですね。まあ、この記事は枝野氏が問題発言をしたとされるラジオ番組でのやり取りを文字起こしされています。 それを全部ここでお伝えしても、私も皆さんも大変ですので、気になる発言だけピックアップしておきます。ただ、発言の前後関係も不明になりがちなので、もし原文をご覧になりたい方は、概要欄参考記事、篠原から元の記事をぜひご覧ください。ラジオパーソナリティの方との対談方式でまとめているので。で、先に私の感想を申し上げておくと、枝野さん、炎上した部分以外も、ひどいこと言ってますよ。 端的に言って、まともな専門家のレクチャー受けろ。そしてその専門家は表に出てくるべき。ですね。マジで。では発言を確認していきましょう。まず、枝の発言では、いや、だから2回目が早く解除しすぎたんですよ。早く解除すればすぐにバウンドするって。要するに専門家の話聞かなくたって素人にもわかるじゃないですか。だってたくさん感染者がまだいるということは、ああ、 症状が出ていない人たちもそれだけ潜在的にたくさんいるんだから、その人たちが活発に動き出した瞬間に広がるのはもう当たり前のことで、もう今東京で1日100人、悪くとも100人、できれば50人ぐらいの水準まで下げないとすぐにリバウンドすると。そこまでは我慢しないと。そこまで我慢すれば多分、そこから先ちゃんとやればリバウンドは抑え込んで4度目なしで済むと思います。ですって、うーん、なんてゴミ発言。 そもそも第2回緊急事態宣言については解除前からリバウンドが始まっており、これ以上続けても効果がないから解除したんですよね。その際、諮問委員会でも反対がゼロだったので、尾身会長もびっくりしたという話もありましたよ。すなわち、この枝の発言って、モーニングショーの玉川徹さんと同じですよ。専門家じゃなくたってわかるって、全然理にかなってないわけですよね。 町に無症状感染者がいて、その人たちによって感染が広がる可能性があるというのはその通りですが、第2回緊急事態宣言では、もう行動変容ができないから解除したというのが政府側の考えでしょ多分。 もちろん、先に関西圏の方を解除したせいで、関東圏の市民の気の緩みも誘発したという意見もありますが、少なくとも2回目の緊急事態宣言の最終的な解除については、諮問委員会は解除に全員一致で賛成でしたよ。枝野さんは一体何を言ってるんだ枝野さんが言うべきは、例えば、 政府の諮問委員会は解除に賛成したが間違っている。あらわを続けていればもっと新規感染者数は減ってたという根拠があるという主張ですよ。正直枝野さんの先ほど引用した発言は酒を飲みながら野球を見ているおっさんのアホか。なんでここで大谷交代させんねん。素人でもわかるわって言ってるのと同じですわ。では次に参りましょう。これもなかなか刺激的な発言ですよ。 立憲支持者はちゃんと聞いておいた方がいいです以下一部引用です うんまあ、とにかく、普通の人にとってもそうだし、やっぱ、商売の関係の人たちにとっては無理ですから、それはちゃんとお金を配ると、それからやっぱりもうちょっとメリハリをつけた方がよくて、例えば今、美術館とかもダメとかなってるみたいですよね。よくわかんないですよね。やっぱりその、確かに飲食とか、特にお酒飲んでワイワイ騒いだら、リスク高いだろうというのは間違いないですけど、もうちょっと1年以上やってるんだから、やっぱり人の行動のパターン、ちゃんと読んで、 やっぱりいろんなものを我慢をしていただくにしても、やっぱり感染に対するのにどうしても不可欠な部分はどこか。うーん、まあ一定のリスクはあっても、でもここならリスクは低いから、そこは許容しようとか、もうちょっとメリハリつけないと。例えば、これだけ満員電車で毎日通勤しているんだけども、少なくともそこが感染を爆発的に広げたっていう、そういう事実はこの1年出てきてないわけで、 そして司会者のそれこそエビデンスがそこにはなさそうですよねという質問に対してそうなんですよね。で、まあ確かにお酒飲んでワイワイ騒ぐと危ない。じゃあ例えばその客席の数を半分に減らした映画館とか出てないじゃないかと。あのもうちょっとやれることはちょうど緩められるところはある。一方である程度が減るまではそういう状況ではないと。すぐリバウンドですよ。 以上ですね。まあ、だいぶ編集はしてますが、このような発言をしているようです。これ皆さんどう思われますか私これ、あれこいつ今さりげなく、GoTo トラベル問題ないって言ってるぞと思いましたね。だって、満員電車で感染を爆発的に広げたという話はなく、そして飲食や酒の場だとリスクが高いだろうというのは間違いないだろうと枝野氏は言う。そして、もうちょっとやれるところは、ちょうど緩められるところはあると言ってる。 これって文化会が言っていた通常の移動だけだったら感染リスクは通常の経済活動と同じ。ただし、旅先で騒いたりすると感染リスクが高まる。だから感染症に強い旅という新しい旅のスタイルをやっていきたいと言っていた政府や文化会の説明と何が違うんですかあれだけ GoTo トラベルで感染拡大したのは明らかだと言いながら、おかしいな <laughs>。 ああ、まあ、そもそも、枝野さんは、陰性だったら安心して旅行できるという PCR 検査協の熱心な信者でしたからね。そして、本丸に参りましょう。では、引用しておきますね。なんかなぜか菅さんはワクチン頼みですけど、えー、ワクチン打ったらかからないのか、とか、うーん 感染の広がりが抑えられるのかってまだわからないし、最近の変異株がいろいろと変異しているのを見ると、強い良いワクチンがあれば、それに打ち勝つ変異が起きるっていうのが、まあ残念ながらワクチン。あの、こういったものね。体質だから。本質だから。 わかんないですから。あちゃんとワクチン頼みじゃなくても抑えられるようなことに、あのー、舵切らなきゃダメですね。で、一方で、じゃあ打ったワクチンどれくらい効果あるのって、何ヶ月効果あるのって、またわかんないわけですよ。ちなみにインフルエンザは半年ぐらいなわけですよ。で、どうやら半年後にも抗体はあるらしいってところまでは、エビデンスがあるらしいんですが、うん、また1年後に同じオペレーションを繰り返すのかもしれません。これわかんないわけですね。 で、また変異がある。だからワクチン頼みは危ないです。もちろんワクチンをどんどんやることはものすごく大事なこと。それだいぶリスクは下げられるけど、一本足打法じゃ危ないです。以上ですね。えっと、これやばいっすよ、枝野さん,、うん。多分自分で理解していないことを語ってる気がしますね。まあ私も全く理解してないですが、強い良いワクチンがあれば、それに打ち勝つ変異が起きるというのが、ワクチンの体質、本質ってマジですか 多分フランスのノーベル賞受賞者のモンタニエ氏の影響を受けている気がしますが、それってやばいんじゃない例えば、元立憲の須藤元気議員も5月28日午後6時19分にこのようにツイートしていますね。ワクチンによる血栓などの危険性についてはメディアでも言われていますが、ノーベル賞受賞者のモンタニエ博士がこのように警告しています。ワクチン接種に躊躇しそうなご意見ですが、皆さんどう思いますかそして問題のモンタニエ博士の話としては、 ワクチンが窒性の高い変異型の発生を助長するという記事ですが、まあ私はフランスが読みませんから、原文に当たったりできませんが、うん、どうなんでしょうね。まあ皆さん良ければ、モンタニエ博士については、検索でもしてみてください。ガチのノーベル賞受賞者ですごい人ですが、どうもいろいろとね。 で、枝野氏の発言の根拠がよくわかりませんが、ワクチンによってやばい変異型ができるのがウイルスの体質、本質って、どこで習ったんでしょうね。私の理解では、コロナワクチンはもう感染拡大防止効果はほぼ間違いなくあって、そして発生抑制効果もあるので、ウイルスがコピーされる際に起こるエラーが生じにくい。だって、ワクチンによってコピー回数が減るから。従って結局、 ワクチン接種によって変異型の発生確率を下げられるという理解なんですがね、私は。もちろん、ワクチン接種が進んで変異の可能性が減っても、感染力が強かったり、毒性の強い変異ウイルスは誕生し得るんでしょうが、その発生可能性を減らすためにも、まずはワクチンが必須でしょう。ワクチンだけに頼るなという指摘だけなら理解できますが、そもそもウイルスの本質云々の枝の発言が、やばい。 そして、一年ごとにワクチン接種をするってことについては、別にワクチン一辺倒になっても問題はないわけですよ。確かに、どれほどの期間効果が生じるかはわかりませんが、定期的にワクチン接種をするべきって話になったら、オペレーションは組みやすいですから。 で、確かに枝野さんは、ワクチンをどんどんやることはものすごく大事なことと言ってますが、全部を読む限りは、ワクチンの効果を相当軽視してますね。これ私からすると、反ワクチンと親和性が高いと思いますね。ワクチンを打てばやばい変異が起きるのが本質で、しかも抗体化継続しにくい可能性があるし、と言ってるわけですから。 この枝野さんのラジオのやりとりを見てる限り、ワクチンは大事だってのは申し訳程度にしか発言してないんですよね。マジで枝野さん誰にレクチャーされてるのか、ちゃんと言わないと相当やばいと思いますよ。で、野党第一党の党首というのは、それこそくしくも今話題作となっている枝野ビジョンという本で枝野さんも指摘していますが、総理になりかねないポジションであるわけですよね。 そんな日本のトップになる可能性が理論上ある人が一年以上経ってこのようなはちゃめちゃな発言ばかりをしている。そしてそれがどのような科学的根拠に基づくかもわからない。途中で触れた。検査で陰性なら旅行を安心してできる発言も根拠も不明ですし、現在もなお撤回されていません。そして今回の反ワクチンチックな発言。もうそろそろ立憲民主党の党首の地位を 枝野さんは現在立憲幹部となっている人以外に譲るべきだと思いますよ。やばいもん。皆さんはどのように思われたでしょうかぜひともね、コメントなどもよろしくお願いします。チャンネル登録などもね、お願いしますね。では次の動画でまたお会いしましょう。こっちもよろしくお願いします。バイバイ。